はい、こんにちは、116ウィンズです。昨日の動画で私はガーディアンズのシェーン・ビーバーがまだ開幕2000発とはいえ完全復活の兆候を見せていることを喜びました。ビーバーがかつてのエースたる姿を取り戻すことに心の底から期待していましたが、動画を投稿して4時間後ぐらいですかね、あまりにショッキングなニュースが飛び込んできまして、ビーバーがトミー・ジョン手術を受けることになったと発表がありました。残りのシーズンは全休となります。正直あまりの急展開ぶりに言葉を失いました。ビーバーはスプリングトレーニング中は特に肘の痛みは経験していなかったようなんですが、開幕初先発となった現地3月28日のアスレチックス戦後に通常よりも痛みがあったようなんですね。ただ今までは問題がなかったため、チームとも相談の上、この状態で投げ続けられるかを確認すべく2000発目となった4月2日のマリナーズ戦も通常通り先発し、見事に6回無失点に抑えたわけなんですが、痛みが引かなかったと。で、追加の検査を行ったところ、今回の怪我が発覚したという経緯のようです。ビーバーは昨年の夏にも肘の炎症で離脱していましたが、今回負傷したのは同じ箇所だったようで、セカンドオピニオンも踏まえて手術が最良の選択肢ということになってしまったようですね。ビーバーの肘の問題が再燃していたことは、今回手術が決まったことが報じられるまで特段出ていなかったように記憶していますし、そもそもここまで圧巻のピッチングを見せていただけに、その衝撃は一段と大きなものとなりました。こちらは昨日の動画でお話した内容とほぼ同じですが、今季ここまで2000発とは言っても内容は素晴らしく、2020年のサイヤング賞に輝いたビーバーの完全復活、それを予感させる内容であったのは間違いありません。開幕2000発12回を投げて無失点、20奪三振は現時点で MLB トップの数字。昨年は怪我の影響などもあってか満足のいくシーズンとはならず、復活を目指してオフにドライブラインに通った成果が出たのだと思っていましたし、彼の人体が悲鳴を上げなければおそらくこの後もエースらしいピッチングを見せてくれると期待していました。特に近年下がり気味だった平均球速とボールの回転数、このいずれもが回復基調にあるのは好材料だと考えていまして、それは今季オフに FA を迎える本人の評価にとっても、あるいはガーディアンズというチームにとってもプラスになり得るものと思っていました。ただ残念ながら怪我でそれが現実とはならなかった、その事実に今大きなショックを受けています。ガーディアンズにとってビーバーの離脱は当然ながら大きな痛手でしょう。2022年に地区優勝を果たしながらも、昨年は優勝はおろか勝率5割にすら届かなかった理由として打線があまりに苦しかったのもありますが、強みであるはずの先発陣からビーバーが抜けてしまった、あるいはビーバーが本調子でなかったのも一因としてあったと思います。ビーバーがエースの姿を取り戻ししっかり投げてくれるだけでも、ガーディアンズの今季の展望はだいぶ明るくなると思っていましたが、ただ今季もビーバー抜きでの戦いを強いられることになってしまいました。カルロス・カラスコが今後もローテにとどまる前提ですと、昨年メジャー1年目で好成績を残しながらも現在肘の炎症で離脱中のギャビン・ウィリアムズが復帰してくればローテ5枚は揃いますが、それでも本調子のビーバーの穴を埋めることは当然ながら容易ではないと。昨年の先発陣はウィリアムズにバイビー、アレンを加えたルーキー3人にだいぶ支えられましたが、今季もその3人を頼りつつ、そこにプラスする形でマッケンジーの復活が今季はより一層重要となってくるかもしれませんね。大きな痛手となった今回のビーバーの手術ですが、一点気になるのはこれで彼のガーディアンズ時代が終わってしまうのかという点です。昨日の動画でも触れましたが、ビーバーは今季オフに FA となる予定となっています。資金力が潤沢とは言えないガーディアンズの状況を考えますと、ビーバーが FA となった後もチームに残る展開はもともとは考えにくかったんですが、今回の怪我を受けてこれがどうなるか、怪我なく順当にいっていれば大型契約で他球団移籍するか、あるいはそもそも夏のトレードデッドラインを前にガーディアンズを去る展開も十分考えられましたが、怪我でそのどちらもが期待できなくなってしまったわけですからね。このままですとビーバーとしては今オフ大型契約を得られない可能性が高く、一方でガーディアンズとしてはビーバーというフロントラインスターターで十分な見返りを得られないという双方ルーズルーズの展開となりそうなだけに、例えば来季のリハビリ期間も含めてバウンスバックにかけた比較的安めの2年契約で残す展開はあるのか、一旦ノンテンダーとなりながらもリハビリ期間込みの2年契約を先日結んだブルワーズのブランドン・ウッドラフなんかがいい例ですが、まあ、ああいった感じでビーバーをクリーブランドに留めることができればチームとしてはベストでしょうか。このあたりはビーバーとガーディアンズ双方がどう考えるでしょうかね。そして今日はもう一人、ビーバーに続いて人体損傷の話が出てきた選手として、ブレイブスのスペンサー・ストライダー、昨日のダイヤモンドバックス戦で肘の違和感を訴えたとすでに報じられており、実際試合中のデータからして平均球速が落ちていましたんで状態が心配されていましたが、やはり彼も肘の靭帯損傷が確認されたと。今後手術を受けるのか、どの程度離脱するのかなどについてはまだ明らかになっていませんが、長期離脱は覚悟した方が良さそうな状況です。ストライダーは昨年 NL サイヤング賞投票4位、今季はスプリングトレーニングで圧巻のピッチングを見せていたことからサイヤング賞候補として予想する声も多かった選手ですが、こちらも心配ですよね。
ストライダーは昨年キャリアハイとなる186回3分の2を投げ、初めて規定投球回に到達し、20勝281奪三振はともに MLB トップ。意外にも防御率は 3.86 と失点はあまり抑制できなかった点が、サイヤング賞投票で4位にとどまる一因になってしまった印象ですが、今 MLB でトップクラスに支配的なピッチングができる先発投手の一人でしょう。昨年まではフォーシームとスライダーのほぼ2ピッチというリリーフピッチャーみたいな投球スタイルだったんですが、打者のタイミングを外す意図も含めてオフに新球種としてカーブを習得し、これがスプリングトレーニングではめちゃめちゃ効果的でしたよね。スプリングトレーニングでは6先発22回3分の2を投げて、防御率 0.79、35奪三振。いよいよ手がつけられない存在に、今季さらにもう一段成績も上げてくれそうだっただけに、早々にこういった事態になってしまったのはやはり残念という言葉以外に見つかりません。ストライダーの離脱は当然ながらブレーブスにとっても痛いでしょうが、ただブレーブスに関してはマイナーにはブライス・エルダーですとか AJ スミス・ショーバーですとかそういった選手たちも控えていますので、ある程度はカバーできそうなのと、正直チームとしてもストライダーがいずれこうなることはある程度覚悟はしていたとは思っています。ストライダーは大学時代の2019年にすでにトミー・ジョン手術を経験しており、もともと肘の問題と無縁というわけではなかったのがまず1点。またストライダーは183センチ88キロと MLB の先発投手として小柄ながらも、あれだけ爆発的なボールを投げ続けていたわけですからね、絶対に怪我しないことにかける方が無理があるのも、まあそれはそうでしょうし、それをブレーブスが分かっていないわけもないでしょう。ブレーブスは2022年10月にストライダーと6年総額7500万ドルで契約延長していますが、それもやはりこういった故障リスクも承知の上での判断だと思いますし、不幸中の幸いという言葉が正しいか分かりませんが、まだストライダーの年俸が極めて安いタイミングでの故障ですので、2026年以降みたいに年俸が2000万ドル以上に跳ね上がってから怪我されるよりかはずっとマシと考えることもできるでしょうか。ストライダーの怪我の具合がまだわからないですので何とも言えませんが、ブレーブスのチーム状況からして今無理をさせる必要もないですので、ここはじっくりと直した上でまたマウンドに帰ってきてほしいですね。ということで、同じ日にビーバーとストライダー、球界を代表するピッチャーが相次いで大怪我ということになってしまいましたが、加えて今日ヤンキースのジョナタン・ロアイシガも肘の手術で今季全休が発表され、本当にここ1年くらい大谷選手やサンディ・アルカンタラなんかもまさにそうですが、大物選手の肘の大怪我のニュースが目立っていますよね。しばしばピッチクロックの導入が原因なのではないかとする声もあり、実際に今日選手会もピッチクロックの時間短縮が選手の健康への脅威になっていると異例の声明も出していました。実際のところピッチクロックによって投手の怪我が本当に増加しているのかについては、もう少し年数を重ねてこないことには知見も蓄積されないでしょうし、ピッチクロックだけではなくピッチャーの出力が人間の体の限界に挑戦する勢いで上がっている中での過密日程ですとか、日本と比べて滑りやすいとされるボールですとか、様々な理由が組み合わさった結果として今の事態を招いていると思われますが、とはいえこうしてピッチャーのスター選手が相次いで年単位で離脱する事態になっているのが好ましくないのもまた事実。何かリーグとして対策を打ってくれればいいんですが、ボールに手を加えるとも思えず、あまり期待できなさそうなのが何とも悲しいところですけど。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。